アジア生産性機構は生産性向上を目的としたアジア太平洋地域の国際機関である。1961年の政府間協定の締結により設立されて以来、APO は生産性向上を通してアジア太平洋地域の持続可能な社会経済の発展に重要な役割を果たしており、現在21の国、地域が加盟している。APO は 各国生産性本部の強化及び中、小企業振興、地域発展の促進、イノベーション主導の生産性向上、緑の生産性の普及の3点を戦略的重点分野として事業を展開している。APO の主な事業活動は、工業、農業、サービス業、公共部門の分野における組織の育成と人材教育である。 現在の事務局長は2019年9月に着任したアクップモクタンである。1959年に開催された第1回アジア生産性円卓会議の中でアジアでの生産性機関設立が提案され、1961年5月11日にアジア生産性機構が正式に発足した。APOO に加盟できるのは国連アジア太平洋経済社会委員会のアジア。 太平洋地域加盟国、地域である。APO 加盟国、地域は、相互協力の精神のもと、生産性向上のための知識、情報、ベストプラクティスを共有している。アジア生産性機構の加盟国 APO は、下記のような様々な国際機関や大学と連携して APO 事業を実施している。APO の主な事業活動は、工業、農業、 サービス業、公共部門の分野における組織の育成と人材教育である。ありがとうございます。